神仏戦争にて、現状ベトナムの首都笛に入場するクールベを描いた絵画。アメデ・クールベは19世紀のフランスの帝徳。特にアジアで活躍したポリテクニシャンである。クールベは1827年に三人兄弟の末としてアブビルで生まれた。クールベが9歳の時父が亡くなった。1880年から1882年までニューカレドニアの総督を務めた。 1883年に、トンキンの海軍部隊の指揮官となった。クールベは、皇帝の後継争いで混乱していた、現状ベトナムの徳へを砲撃し、安南を、フランスの保護国とした。1884年、クールベは在中国フランス軍すべてを指揮下に置き、清仏戦争を戦った。クールベは1884年の馬公海戦で、真の復権艦隊を破り、 復讐先生局を破壊した。また、台湾の侵攻と封鎖を行って、宝庫諸島を占領し、台湾北部のキールンを1884年10月1日から1885年7月まで占拠した。クールベは、清及び国旗軍との講和を定めた天津条約が結ばれた2日後の1885年6月11日に台湾で死去した。台湾北部、 キールンの大綱湾は、クールベイ引き入るフランス軍の上陸地であり、日本統治時代には、クールベイ浜と呼ばれ、海水浴場が開設されていた。フランス海軍には、クールベの名が付けられた船が3隻ある。ありがとうございます。